あっけないね。店長。正直、やる気がなかった店だったけど、こうしてみると寂しいもんだね。僕らの頃はさ、真空管だったんだよ。OV-1 ってさ、高周波増幅なしのやつ。日本で開催される G7 首脳会議に参加するため、アメリカ大統領は特別機で羽田空港に到着しました。新西風名高い大統領は日本各地の視察を。オーディオが好きでね。以上、トセーザー給料のほとんどをつぎ込んでたよ。病気だね、あいつらと同じでさ。店長も立派なお宅ですよ。お宅か、僕も。僕はね、オタクって嫌いだったんだ、最初。僕たちの居場所にずかずかと入り込んで、この街まで帰っちまってさ、寂しかったよ。居場所がなくなったみたいで。でも、この街を離れられなかった。行くところなんてなかったし、ここで適当に店開いてぼんやり人生終わらせようと思ってた。でもね、店を守る彼らを見てたら分かったんだ。僕らは同じだ。ここは他に行く場所のないあいつらの楽園なんだ。だから守らなくちゃいけない。全然虚しく散ったが、我々もベストは尽くした。うん、三つぐの偽ホームページには笑わされた。いや僕なんか、ひとしさんのソーシャルハッキングの方がかっこよかったですよ。ちょっと燃えましたよ。いやそれほどでも。だが素人の我々があそこまでやったのだ。ほとんど勝っていたようなものだ。いな、我らの勝利と言えよう。でも負けは負けだしね。あの、これからどうします？決まってるじゃない、他の店に移るのよ。そうなんですか？僕もついてきますよ。みんなはどうすんの？我々のようなものはどうとでもなる。よりどころがなくなるのは寂しいですけど。姫は？姫はどうすんの？どうしたの？あんたをコスプレできればそれでいいんでしょ？あたしは戻ります。何言ってんの？戻らないといけないんです。卑怯者にはなりたくないから。
ここは私にとっても大事な場所なんです。私ね、子供の時に人と違うことばっかしとったけん、いじめられとった。誰も相手してくれんかったし、誰も守ってくれなかった。そうだったんだ。でもね、ここに来るようになってお宅の人たちと出会って変わりました。人と違ってたってみんな認めてくれる。だからここが居場所です。姫、聞こえるか。来たようだ。無駄な抵抗をやめなさい。こちらが十数える間におとなしく出てきなさい。さもなくば我々は実力行使に出る。十、九、八、7、6、5、4、3、2、1。